テスラのイーロン・マスク CEO が注目していることで知られる暗号資産の同時コインは8日に最高値を更新しましたがマスク氏がテレビ番組で同時コインについて発言した後、一時およそ30%急落しました柴犬をモチーフにした同時コインは暗号資産を支持するマスク氏が気に入っていることでも知られこれまでマスク氏が言及するたびに価格が上がってきました。 マスク氏は8日に放送されたアメリカ NBC テレビの人気コメディ番組、サタデーナイトライブで出演者から同時コインは博打、爆地かと質問された際にそうだ、爆地だと笑いながら答えましたが同時コインはマスク氏の出演中に急落し一時およそ30%の下落となりました。同時コインの価格は年初から100倍以上ににになっていてい放送前にマスク氏が番組セットを背景に コインのモチーフの柴犬との写真をツイッターに投稿した後に最高値をつけていました。